170丁目駅はニューヨーク市地下鉄 IRT ジェロームアベニュー線の駅である。ブロンクスクハイブリッジの170丁目とジェロームアベニューの交差点に位置し、4系統が終日停車する。グランドコンコースから駅を望む駅は1917年6月2日のジェロームアベニュー線149丁目、グランドコンコース駅、キングスブリッジロード駅間の開業とともに開業した。 相対式ホーム2面と観光船2線、急行線1線を有した2面3線の高架駅で、急行線はラッシュ時一部北港列車のみ通過している。駅は2004年に改装工事を行っている。また、2005年にディーナブルジャテンにより制作されたアートワークビューズフロムワバーブが設置されている。改札口はホーム下にあり、南北ホームから階段が2つずつ接続している。 改札口には、回転式改札機と切符売り場があり、170丁目と、ジェロームアベニューの交差点南東に階段が2つ、同交差点南西に階段が1つ接続している。ウィキメディアコモンズには、170丁目駅に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。